はい、こんにちは、パイコン JPTV です。今日はパイコン九州2022熊本というの開催ということで熊本城ホールに来ています。はい、熊本城ホールですね。今開場されたばっかりなんですが、これから中に入っていこうかと思っています。はい、すごいですね。こんな感じで、はい、中に入れそうなのでそのまま中入っていきます。準備が進められているようですね。おお、すごい。おお、本格的。こんなとこ座っちゃいけないね。いやー、すごい。ロゴもちゃんとつけて、すごい。ワナーもスタンドも使って、すごい。リアルイベントですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日どちらからですか？山口からです。山口から、お疲れ様です。お名前は？西田と申します。西田さん、初めまして。そうかなと思って声かけちゃったんですけど、すいません。はい、初めましてですね。オンライン上ではお会いしたことありますけど、はい、来れたんですね。そうですね、よかったです。なんとか。はい、今日はじゃあ発表者。そうですね、スピーカーで一応やらせてもらいます。はい、これ YouTube チャンネルとか出しちゃいますけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、なんか発表の意気込みとか、なんかこのイベントの楽しみとかあれば。ね、テックカンファレンスでちゃんと登壇するのは初めてなので。あ、初めてなんですか？はい、へー、そうなんだ。へー、すごい緊張してます。緊張しますか？はい、はい、楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。なんか同じ服着てるけど、なんかチームなんですか？え、そういう関係じゃない？あ、そうです。あ、じゃあ山口から？広島から。あ、広島から。同じような、なんかユニットみたいな感じ。スポンサーで。あ、スポンサーなんです。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。スポンサーさんの名前をぜひ言ってください。トリプリー株式会社です。もう一回。トリプリー株式会社。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はどちらから？あ、熊本市内から。あ、熊本地元の方ですか？はい、このイベントはじゃあなんか Python 普段やってて。あ、そうですね、近くでやるからちょっと行ってみたいなと思って。普段から結構 Python やってらっしゃる？あ、ちょいちょいですね。ちょいちょいですか？そうですか。どうですか、なんか今日はどんな楽しみでっていうか、なんか発表を見に来たっていう。あ、そうですね、感じですか。なかなかこっちでそういう Python のイベントとかないんで。あ、そうですよね。来てみたいなと思って。はい、ぜひ楽しみ。東京から来てるメンバーも結構いるみたいなんで、私もそうなんですけど、いるんで、なんかぜひいろいろとお話ししましょう。はい、今日は地元？今日は大分から来たんです。大分から。はい、昨日地震大丈夫でしょ？いや、もう昨日地震大変だったんですよ。そうですよね。はい、熊本に来てホテル入った、はい、入って、うんうん、あ、明日発表大丈夫かなとかちょっと緊張してたら、なんかいきなりぐるぐる揺れだし、うわーやべえと思って。大分の方、はい、の自宅というか大分の方は大丈夫ですか？いや、ちょっとよくわからないです。もしかしたら家に帰ったら、はい、いろいろ皿やらないんやら資料やらガシャガシャってなってるかもしれないですけど。ちょっと心配ですけど。まあ今日発表がうまくいきさえすれば、はい、で今日このはい、カンファレンスが楽しめさえすれば、はい、まあ、その辺は全部 OK っていう。大分、はいはい、市内からですか？あ、そうです。結構大分市内からだとやっぱり一泊するぐらいなんですか？そうです、ね、これね、朝からこの時間からだと。そうですね。そうですか。はい、あのイベントはこう全力で元気に楽しみたいんで、はい、ちょっと前日入りさせていただきました。ありがとうございます。楽しませていただきます。はい、何時からですか発表は？発表が午後から。午後ですか？はい、はい、じゃあまだもうちょっと時間ある感じですね。そうですね。
緊張しつつ、緊張しつつ、楽しみつつやらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。iPhone 九州熊本を、開催したいと思います。オープニングやらせていただきます。座長の清田と言います。よろしくお願いします。いや、長かったです。録画したいんですか？今日はコロナということでオミクロン株を予想してなかったので、撮影といろいろギリギリでバタバタしちゃったんですけど、まあ、少しこうお見苦しい点があるかもしれませんが、この場合、まあ、ご了承いただければと思います。使えてない。でも昨日と終わりましたね、予約。はい、終わりました。どうでしたか。まあ無事スタートが切れてよかったと思います。はい、お疲れ様です。はい。まあこれからもどうなるかわからないですけど。大変ですね。地震があって寝不足なんですよね。ああ、昨日ね、昨日夜地震ありましたからね。はい、びっくりしましたね。びっくりして結構揺れたじゃないですか。揺れましたね。はい。それで、熊本地震のことちょっと思い出してみんなドキドキして多分寝れなかった。まあそうですね。はい、ということで景気に楽しんでいきますので、はい、よろしくお願いします。はい、社長ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。井川さんどうですか？パイコン JPTV ですけど、はい。あどうもこんにちは。はいはい、はい、どうですか、今回楽しみはどんな感じですか？楽しみしてますよ。もうパイコンってね、今回2年ぶりですから、うん、まあパイコン JP は1回出てたんですけど、はい、去年ね。でもこんなイベント、しかも熊本で、はい、久々皆さん会うのはすごく楽しみにしていました。楽しみですよね。うん、はい、うん、まあ、今日私も、まあ、発表も私もあるんですけど、どちらかというとこのインタビュー撮ったり、あとはまあみんなの話聞いたり、うん、まあ、清水川さんの話もね、面白かったですね。良かったですね。懐かしい。なんで、ちょっとね、懐かしいっていう感じもしましたが、まあそれでもやっぱりね、いろんな勉強法とか、やっぱり普段思ってることを結構、そうそう、私もなんか感じてることが一番あったりとかもあったんで。うん、そうですね。うん、そうそう。はい。じゃあまた後で、はい、またそうですね、うん、はい、今日は一日なんか YouTube ずっと撮ってますんで、はい、YouTube で、はい、パイコン JPTV です。はい、どうでした？トークしてみて。いや、久しぶりでしたね。久しぶりに、久しぶりでした。はい、ジャンゴコングレス JP、 あ、去年そうですよね、はい、ジャンゴコングレス、ね、あれトークを応募してば、はい、2年連続で落ちたりしてた。そうなんだ。今回本当に2年ぶりの開催ということで、はいはい、リベンジも兼ねて応募させていただいて、はい、で、まあ、ありがたいことで採択させていただいて、はい、お話してきたと。まあ、とても、はい、楽しかったです。はい、ありがとうございました。飛行機初だったんですね。いや、本当に初でした。羽田から乗ってくる感じですか？長野だった。松本空港です。あ、松本空港から乗ってくれる感じで、はい、松本空港は直行で福岡まで。福岡来て、そこから新幹線で。はい、新幹線で。あ、そうなんだ、はい。長旅でしたね。じゃあ、まあ、私たちは東京から来ておりますが、そんな変わらないですが、トーク聞いて、リアルイベント、トーク聞いて、いいっすね。楽しいですね、やっぱり、ね。そうですね、楽しいですね。はい、ね、そういう感じが。さっきのね、久しぶりの感じ、いいですね。清水川さんの時やっぱこっちの声が届かないなっていうのがね、やっぱちょっとなんかせっかくここでね喋っててこっち側だけでってなって、そうですね、寂しいです、ね。まあしょうがないですけどね、それは仕方ないことですけど。まあ、急遽でもできて全然良かったのかなとは思いますけど。昔だったらもう、まあ、どうしようってわたわたしてもう終わっちゃってた。やっぱその辺の テクノロジーのみんな使いっぷりはレベルが上がってるので。レベル上がってますよね。そんなにトラブらずにね、うまくいってる感じですね。はい。これから大丈夫ですか？マイク持たなくても。はい、大丈夫です。はい、鹿児島から北政倉と言います。はい、よろしくお願いします。はい、いつもね、九州の時には毎回参加って感じ。2回に1回ぐらい、ね、2回に1回ぐらいですかね。まあね、2年ぶり3年ぶりぐらい。はい、そうです、そうです。はい、去年はどうだったんでしょう？去年多分中止で延期になって、今日それが今日っていう感じですよね。なので2年ぶりに参加させていただいた。どうですか？なんか今日の楽しみみたいなところは何か？ですね、はい、あんまり最近は何やってるか気にせずに来てるので。ああ、もうじゃあみんなに会いに来るって感じですかね。気分で決めてて、ちょっと気になってるのが、うん、シーパイソンのソースコード。あ、この後ですよね、確かね、山岡さんのね。はい、こういうので、ね、はい、なかなかの書籍とか、確かにね、そういうところとか得られないので。確かにね、そうですね。私はちょっとどっちに行こうか次悩んでるところなんですけど。僕もちょっとこっちも悩んでる。そうですね。シバーウェイトも結構知りたいんですけど。ですよね。まあ、そっちはなんか調べればなんとかなるかな。確かに確かに。あ、そういうのがね、やっぱりこのカンファレンスならではっていうか、そういう感じのところですよね。まあ、本だけではなかなか学びにくいとか。学びにくいとか、まあ、ちょっとニッチな方が好きなので、そういうところに遊びに行って。そうですか。はい、ぜひなんか、はい、今日は1日ですよね。はい、まあ、鹿児島からだとどのぐらいでしたっけ？ここ熊本までだと、ちょっと1時間ぐらい、ね、1時間ぐらい、ね、新幹線で。でもじゃあ本当に、まあ、気軽ってことじゃないですけど、まあ、新幹線乗ってくればすぐ。時間は気軽なんですけど、はい、お金が気軽じゃないですか。まあ、そうですよね。確かに、ね、車だともっとかかっちゃうんですか？ここは
まあ、僕車持ってないのでレンタカー借りて高速乗るとかすると、はい、もう3時間ぐらい、車はですね高速で2時間ぐらい、2時間ぐらいここら辺で駐車場を探してとか、まあそうですよね、いろいろやってるとやっぱりもうちょっと時間かかってしまうので、確かに確かに、じゃあ新幹線で来てそのままそのまま今日は帰るって感じですね。まあね、いろいろちょっと緊張感のある時期なんでしょうがないですかね。しょうがないですね、はい。まあ、その中でも開催してくださってありがとうございます。いや私は開催主催者じゃないんで全然あれですけど、はい、でも本当ありがたいですね。スタッフの皆さんとか、そうですね、本当にありがたいですよね、はい。じゃあ、まあ、また今日一日、まだ今日ちょうどお昼なんですけど、はいはい、また、今日一日まだ楽しみましょうということで、はい、よろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。はい、スピーカーですね、スピーカー山口さん、はい、どうでした、なんかスピーカーもう終わったんですよね。いや、これからこれからか、これからなのでちょっと緊張してちょっと緊張してる感じですか。今日何をお話しされるんですか。今日はあのファイヤーっていう、まあ、医療情報関係 の Python のライブラリがあるので、おそれの話、まあ、ファイヤー自体は他の言語もたくさんある、あそうなんですか、全体の標準規格なんです。そのPython 実装の話を。そうなんだ。自分もまだ勉強中。あ、勉強中。何度かね、いつもPython 九州で何度か山本さんとお会いしてますけれども、はい、熊本でしたよね。熊本ですね。熊本にいらっしゃって、普段も Python 使ったり、そうですね。そういう感じですか。ちょこちょこやっぱり使ってますね。使ってます。普段ね、いいのかな、言って医療系です。医療系ですね。ですよね。なので、はい。中継だとちょっと怖いけど、編集だと。多少ははいはいはい、そうですよね確かにね、いろいろデータもね、いろいろ難しいと思うんですけど、はい、結構じゃあそういうところでの Python 活用みたいのも始まってる感じですか。そうですね、やっぱり簡単に書ける分、はい、まあ、あの裾野が広いというか、ちょこちょこそういうハンズオンとかも合ってたりするんですよ。でも結構周りの人たちもじゃあ Python 使ってデータを加工したりとか使おうみたいな感じもあるんですけど、はい、すごい、やっぱうちのところはあまりそもそも開発する人間がいないので、そうなんですね。まあ、医療情報界隈はそれなりに、あそうなんですね、ちらほら人は増えてるかなという感じですね。そうなんだ、はい、でもね、あのやっぱり熊本でこのイベントがちょっと復活というか、2年ぶりにやるのかなと、大丈夫かなと思いながら、そうですよね、ちょっと心配になりましたけどね、はい、まあ、なんとか私たちも東京から来て、ね、まあ、発表したり、まあ、リモートの発表とかもあります、ね、まあ、しょうがないですけどね、ありますけど、はい、まあ、な感じでございまして、まあ、広々と会場を使わせていただく感じ、そうですね、はい、そんな感じで、はいはい、楽しんで今日は、はい、一日行きたいと思います、はいはい、じゃあ発表も頑張ってください、はい、頑張ります、はい、お願いします。事務局裏方でずっと、どうですか、はい、今回大変ですね。大変でした。大変ですね。直前、あれが直前だったか、あれって言ってるのはあれですね、リモートがね、こんな感じでリモートのやってますが、そう大変でした ね、 でもね、大変でしたね。いやでもお疲れ様です。なんとかでもできてよかったですね。本当ですね。ちょっとしばらくでできてなかったんで、本当ですね、はい、できてよかったと思います、はい、お疲れ様です。今日は福岡から来られて、そうですね、昨日から前日入りして、前日入りして、はい、今日お帰りですか。そうすると、まあ、今日もう一回、もう一泊して、そうですね、ですか、はい、一応予約してますから、はい、まあ、こんなことになると思ってなかったので、まあそうですよね、ゆっくりね、お酒飲んでね、夜な夜な楽しくっていう感じだと思ってたんですけど、ちょっとね、緊張感ある感じですけど、まあしょうがないですかね。でもまあでもすごいできて、やっぱりリアルな面楽しいですね。そうですね、やっぱりやると違いますよね、やっぱり。まあ、ね、やっちゃいますかね。まあ熱量がね、やっぱりちょっと違うかななんて私も思ってるんで、はい。本当に設備も本当に良くて、すごく助けられます。あ、この場所、熊本城ホールね。このリモートも結局、はい、機器がもう全部揃ってるんで。そうなんですね。はい、だから本当に、はい、インアウトだけちゃんとできてればちゃんとできますよということなんで、もうそれでこうやってやれてるので、やっぱりすごいですね、はい、これがなかったらできてなかったと思います。まあ、確かにね、そこまで設備やれしてって大変ですもんね、はい、なので助かりました、はい、すごいですね、あれ面白い話でしたね、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかすごい参考になりました。私そこまで C とかやらないので、普段 Python は書く側ですけど、Python の中を追っかけるってどういう風な感じなんだろうと思って、ね、僕もすごい気になってたんで、はい、なんかあんな単純な文がコンピューターに理解されるわけないだろうと思ったら、うん、やっぱ通訳が優秀だったんですよ。そうですね、確かにね、いやさすがだなって、さすがですね、これ何年ぐらいかけてこの辺まで行って、その興味を持ち始めてこの辺が理解されるまでって結構難しいと思うんですけど、理解するには。理解するというよりかは、まあ、コンピューターの、まあ、
基本コンピューターのプログラムの実行ってプログラムと、うん、あのベアメタルがあって、うんうん、あのまあ Python が中間にあるわけですから、はい、まあ、プログラムの書き方を学んで、うん、で下にあるベアメタル あのやり方を学んだら、そこであのコンピューターサイエンスの知識がつくので、そこで Python がじゃあどうやって、はい、あのやりくりしてるのかなっていうのを見る感じですね。あ、じゃあ先ほど学生時代は、もうすぐブロックチェーンとか、そういうものをやられてたというコンピューターサイエンスを学ばれてて、そうですね、そうですね、その時は Python のコードっていうよりはもうちょっと、違うところをやっていて、そうですね、その後興味を持った。そうですね、やはりプログラムを書くときは、はい、あのそのアプリケーション のモデルとか、はい、そのプログラム実行環境 の内部は見るわけじゃないですから、その時に、ね、まあ、もっと早く実行できないかなとか、はいはいはい、モチベーションはそっちですね、早く。そうですね、ちょっと遅いなこれと思って、そうそう、まあ、とりあえず卒論を出してから、うん、その後ちょっといじり始めたっていう感じですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。対応判断とか要は SQS のログをそのままどこかのデータベースに書き込むみたいなところで結局なってますか、はい、であと時間前にババッと喋っていきますと、まあ、基本的にはリードして変換して書き込む、まあ、こんなプログラムを書くためのプログラム、SDK になってますと、でババッというと、まあ、インストールするのはすごい簡単で、リンクソルダーバッチリで入りますっていうのと、でクラウドデータフローとして実行するっていう、はい、じゃあ、はい、じゃあ、俺、ベマンデンスで書くの。持たなくていい？じゃあ、持ってて、はい、適当に持ってってください。はい、じゃあ、すみません、書かせてもらいます。はい。ジャパン。1月の22日だっけ？はい。はい。いやいや、よろしくお願いします、西田さんね。今日、今回会えてよかったです。なんかリモートだったんで、前回。ありがとうございました。はい。じゃあ、私。山口のその前に清田さんから頼まれて、なんだっけ、ベンチャーキャピタル系のイベントがあって、それが3月にこの間あって、あ、音それ、音それだね、3月にそれがあって、で、その時にリモートで会ったっていうのが初めてですね。はい、あとなんか山口で TA やってた、 TA やってもらってたわ、はい、そうですね、パイコン、パイ、俺がこうやって喋んなきゃいけない、ブートキャンプの、はい、そうですね、ブートキャンプの方でやってもらったって感じです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、勉強してください。でもなんかね、いろんなことできる感じだから、まだ学生さんですからね、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、会えてよかったです。ちょっと雨模様になってしまいましたが、楽しいイベントでした、はい、すごい楽しかったですね。ちょっとこれからホテルに戻ろうかなというふうに思っておりますが、皆さんお疲れ様でした。ということで、この辺でバイコン JP TV 現地からですね、お届けは終わりたいと思います。いかがでしたかね、またこんなことやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは。